次は古川智志さん、よろしくお願いします。紹介する本は丸尾貴俊の大富豪兄貴の教えです。準備はしてる、はい、スタート。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私が、皆さんに紹介したい本は大富豪兄貴の教えというこういう本です。私がこれを読もうと思ったきっかけは、まずこのキャッチコピーみたいなのがあるんですけど、やばいで俺人生を変えるとんでもない秘密をバラしてもうたという言葉で、一発でやられました。で、この兄貴という丸尾さん、貴俊さんという方の紹介を軽くしたいと思います。で、この方は、バリ島に今現在住んでるんですけど、その資産はありすぎて、わからないぐらいのレベルだそうです。で、この人がなぜバリ島に行ったのかという理由は、まずこの人は貧しい、少年時代を過ごして、中卒で、看板屋に就職しました。でもそこでうまくいかず、いろんな仕事を転々としている中でもうお金がなくなってしまいまして、バリ金を持ってバリ島に遊びに行ったような感じです。で、そこでバリ島はすごい貧しい方がその当時多くて、で、日本人というだけで結構お金持ってるんじゃないのみたいな感じになって、いろんな方にお金を貸してと言われたそうなんです。で、もちろん兄貴、丸尾さんも、お金持ってないので、そんな貸せないんですけど、そこは器の大きさというものがあって貸してました。で、いよいよお金がなくなった時に、その貸してた方々から、いろんなものを、もらいまして、返してもらいまして、一番大きなもので土地とかそういうものを、もらったそうです。で、そこから、いろんな土地を増やして、今では大富豪となって、会社を経営しているわけなんですけど、まず紹介はこのぐらいにして、この本は、その兄貴という丸尾さんの兄貴の考えを、いろいろな形で、紹介してくれるという本で、これを読んで、すごく、生活していく中でとても、視界が変わるという目線というか見方が変わって、人に対する思いとかそういったものも、分かるようになりました。そうですね、教え、兄貴の教えというのがいっぱいこの本にはあるんですけど、その中で一番、私が印象に強いものは、ネジが、飛んでる人と出会うといいっていう教えがあったんですけど、それは本当に普通の人と会っても何の意味もないので、周りにそのことに対して何かこう考え方が壊れているような人に出会えれば、その自分自身も普通の人の考えよりかはそのおかしいというか、そういう考えを持って、物事に取り組むと、極められるというか、そういうことが、言っていたので、私はすごく印象に残って、そういう人を身近にいるのかなと探してみましたけど、いませんでした。なので、まだ人生を変わることは今の段階では自分自身はないんですけど、これからこういう教えというのを読んで、いろんな状況に
立ち会えると思うんですけど、その時に、参考になって、ちょっとでも自分の人生を変えられればいいかなと思います。皆さんもぜひ読んでみてください。以上です。ありがとうございました。続けて2分間のディスカッションタイムを行います。手を挙げ座ったままでいいので聞きたいことをどうぞ。すいません、前半の部分でその著者の丸尾さんの紹介をしていただいたんですけど、はい、その内容ってのはその本に書いてあるんですか、それともその本読んでも分かんないんですか。丸尾さんどんな人生を歩んできたかということになりました。この本自体には書いてないんですけど、こういうところの紹介です。であとそうですね、テレビにも出たりとかもしてるというので、一応ネットでこの本以外にもネットで調べてみて、YouTube とかにもそのインタビューとかもなんか貼ってあったので、それも見ました。はい、ありがとうございます。他に誰かいらっしゃいますか。ネジが飛んでいる人に出会うといいっていうのがあったんですが、ご自身はネジが飛んでいるような考えをお持ちになるようになりましたか。そのことに対しては、そういう 今まで生きてきた中で、そういう壊れた人に会ったことがないので、自分自身まだ凡人というか普通の人なのかなとは思ったので、これからそういう壊れた人に出会って影響を受けて、その例えば職場でそういう仕事上壊れているような、すごい仕事ができてそれしかできないような人に出会えたら、その人の影響を受けて自分もその仕事を極めていけるんじゃないかなと思ってます。あ、大事なこと聞き忘れた、すみません。さっきの質問なんですけど、はい、いいですか。本を読んでから丸尾さんのことを調べたのか、はい、丸尾さんのことをある程度知ってからこの本に入ってた、どっちが先。本を読んでからですね。で、面白いなと思って、あ、ありがとうございます。はい、そうです。2分過ぎてしまいました。ここで時間を終わりにします。古川智志さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次は新谷光平さん。